ハローエブリアンということで、今回はですね、今回の動画なんですけども、今回はですね、何するかっていうとですね、赤坂のあつ森の部屋を見てみようでございまーす。ということでね、僕のあつ森の家の中紹介動画でございます。ということで、早速見ていきましょうか。まずですね、こちら、嘘ですっていうか、家具磨きです。ハピパラっていうね、有料コンテンツを買えばですね、L ボタンを押すとこのように家具磨きができるようになると。家具磨きで、黙々で、マイデザインを選択して、炎を選択して A ボタンを押すと、もうあたかもね、もう任天堂スイッチがすげえ燃えてるかのように見せれるっていうね、もうすごい。任天堂スイッチ燃えてるまあこれね、レディットっていう海外のサイトでですね、なんか海外の方がやってたのパクっただけなんですけど、はい。ということで、今のを使ってね、ドッキリをしようと思いまして、今からとある人が僕の島に来るんですけども、まあ家に入ってもらうわけですよ。そしてね、家に入ったら家がめちゃくちゃ燃えてたらね、相手はすんごいびっくりすると思うんですよ。ということで、今から島に誘いたいと思います。パスワードを作る。誰でも OK! さあ、ということで皆さん、こちらが僕の島のパスワードでございます。期待方、ぜひ入力してください。まあこの動画が上がってる頃には閉まってるけどね、島に来るまで暇だな。あ、来た来たさあ、ということで、今回来た方は、いつもの。起きてくれたの、島あ、どんちよいもう、わーわー挨拶してる場合じゃないで、バカか、お前何お前、うるさい急に、バカ違う、違う、違う、もう今、家がやばいなって、家がはにゃいや、家、俺の家がやばいから、ちょっと助けよ、お見に来たんだよ、今日は。そうなの、助けれるの、俺。助けたんだまた作れるかわからんけど、ちょっと助けてくれや。見て爆笑するわ。うん、爆笑じゃない、爆笑できないんだって、本当にやばいんだって。やばい。いや、本当爆笑しちゃダメ、本当無理、ガチやばい。もう命にかかる、本当に。今俺家に入ったけど、家に入ることが危険だもん、もう。うわ、やばい。何、お前さ、俺をそんな危険な目に合わせようとしてんの。当たり前だろ、お前。わあ。やばいだろ、本当に早く早く、もう一秒早く。やばい。何これ。やばくない。え、待って、どうやってんのこれ。え、じゃあ、もうや、なんか家、なんかカッカってんの燃えてんだって。え、すげえ、なにこれ、どうやってんの。監視すんだ。え、ちげえ、すごい、え、これすごくね。どうやって。いや、すごいけど、確かに。なんで燃えてんのこんな。え、すごくね。やばいだろ、家具磨きでやったわけじゃないからな、別に。すごいだろ。家具磨き。あ、ということはこれ、マイデザ。君のような、勘の描きは嫌いだよ。うわー